K oh、ashi, はい、えー、というわけでですね、今週も一信堂薬局の松田育美さんにお電話がつながってます。松田さん、こんにちは。あ、こんにちは。今日もよろしくお願いいたします。 お願いします。はい。えっ、ー、と、松田さん、今日はですね、バランスについてお話しいただくと思うんですけれども、どんなお話になりますかあ、はい。本日は、えっ、ー、と、薬膳でも大事な体のバランスを整えるっていうことについてお話ししたいと思います。はい、お願いします。はい。えっと、漢方とかですね、薬膳の考え方には、体のバランスが崩れると病気を引き起こすということがあります。はい。で はい。えっ、ー、と、引用理論っていうのを、あの、お聞きになったこともあるかと思うんですけども、えっ、ー、と、上と下とか、昼と夜とか、明るい暗いなど、あと、暑がり寒がりとかいう体質もそうなんですけども、こういう表裏の関係っていうのが存在しているのが、この引用理論っていうものになります。 で、よくこの、用が良くて、陰が悪いっていうイメージを持たれやすいんですけども、これはどちらがいいとか悪いとかそういうことではなくって、両方の,あの状態が均等にバランスが取れていることがいい状態っていうふうに捉えます。うん。っていうことは、そのバランスが取れてるとか、崩れてしまうとかっていうのは、例えば何かあります、はいはい あそうですね。えっ、ー、と、わかりやすい例でいくと、お風呂の例でお話ししたいと思います。はい。で、お風呂っていうのは、よくちょうどいい湯加減っていうのがありますよね。で、えっ、ー、と、冷たすぎず、暑すぎず、ちょうどいい気持ちの良い状態っていうのがあると思うんですけども、えっ、ー、と、それっていうのは、でも、まあ、いつも同じ温度が心地いいっていうわけではないと思うんですね。確かに。で、はい。で、夏っていうのは、やっぱり気温が高くて、体も暑いので、 えっと、で、あと日常でもすごい汗をかいている状態なので、えっ、ー、と、クールダウンができるようにするようにお風呂は少しぬるめになるかと思います。それがやっぱり心地いいという状態ですね。うん、で、えっ、ー、と、冬ですと今度は気温が低くなって体も冷えて毛穴も閉じている状態なので、えっ、ー、と、少し厚めのお湯にして毛穴を開いて、そうすると血液の循環が良くなるので体が温まりやすくなる。そうするとそれが心地いいっていう。うん はい。状態になるかと思います。はい。はい。で、この、あの、暑ければ冷やした、冷やす。寒ければ温めるっていうのが、この、で、ちょうどいい状態にするっていうのが、このバランスを整えるっていうことなんですね。なるほど。はい。はい。で、えっ、ー、と、もしもですね、えー、なので、えー、まあ、バランスを整えるんですけども、これを逆に、じゃあ、温めればいいのかって言って、すごく温めたりとか、 あと、冷やせばいいっていうことですごく冷たくしたりとかすると、今度はその温度差が大きくなってしまうと、体がついていけなくなってしまうので、えっと、頭痛が出たりとか、あと、動悸がしたりっていうことで、症状を引き起こしてしまう。また、新たに症状を引き起こしてしまうことになります。で、そうすると、やっぱり、あの、バランスが崩れて、健康、あの、 この場合は、まあそういう状態ですけども、健康において考えれば、そういうバランスが崩れた状態が、いろいろ症状が出てくる、病気になっていくっていう状態を作ってしまうということなんですね。うん、なるほど、なるほど。そうなると、あの、バランスが取れた状態っていうのはどういうことなんですか、はい、そうですね。えっ、ー、と、漢方とか薬膳、 においては、まあ、理想としてはですね、えっ、ー、と、自然とともに、あと、昼夜、太陽と月の動き、そういう変化に従って日常生活を送って、あと、節度ある食生活とか、と、規則正しい生活習慣を守れば、バランスが整った体で、あと、精神も健康であって、で、そうすると、長寿を全うできますよっていうふうに言われています。うん、ま、そうは言ってもですね、えっ、ー、と、現代の生活ですと、 やっぱり仕事がすごく忙しかったりとか、ストレスを抱えたり、まあ、食事もね、あの飲んだり、あのお酒をすごい飲んだりとか、そういう不摂生もあると思うんですよね。で、あと、まあ、あの、夜も、あの、昼間のように今明るいじゃないですか。はい,はい。はい。で、ネオンがすごい光ったりとか、あと、まあ、電磁波がすごく飛んだりとか、そういう感じで自然の状態と今かけ離れてしまっている生活なので、やっぱりバランスを崩す人が多いっていうのは、 まあ、当然の状態という感じですよね。うん、確かにそうなりがちですよね。そしてまたあの薬膳との絡みっていうのは、はい、じゃあど、どんな感じになるんですかあ そうですねで。薬膳においても、このバランスを整えるっていうことが大切なことになります。はい、で、薬膳としておいてどうするかっていうのは、えっ、ー、と、食材とか、あと中薬という、まあ、食材、あと、生薬ですね。漢方薬に使う生薬も含めて、そういうのも薬膳で使ったりするんですけども、そこには3つの分類がありまして、音声っていうのと、良性っていうのと、平静っていうのがあります。 はい、これはそれぞれ、あの、温める作用を持ってる。作用というか、まあ、温めるような要素を持ってる。あとは、えっと、冷やすようなそう要素を持ってる。あとは、どちらでもない、あの、平行感、平行な状態っていうものを示しています。はい。なので、あの、体に火を感じる時っていうのは、やっぱり音声のものを撮ったり、 あと熱を感じる場合は、冷静、あ、量性ですね。量性のものを取ったりっていうことで、あのー、食べ物でもバランスを取ることができます。そして、えー、お風呂の温度なんかは調整できても、自分の体の調整ってなりますと、急に難易度が上がるように感じるっていうことなんですかはい。これ何でしょうか、はい、そうですね。 やっぱり、まあ、お風呂っていうのは自然の感覚でなんとなくいつも普段調整してると思うんですけども、はい、えと体のことになるとやっぱり自分のことを知らないと調整っていうのはすごく難しいことだと思います。例えば、まあ、頭痛が出たとしてそうすると皆さん多分お薬を飲んで痛みを抑えようっていう方向に動かれると思うんですね。はい ですけど、本当はそこで、あのー、大事なのは、なんで痛みが出ているかってところを分析してもらうことっていうのが、この薬膳とか漢方の世界で必要、大事とされているところです。はい。なので、えっ、ー、と、まあ、痛みが出ている、その、 場合、そのには、やっぱり体のバランスの崩れがあるっていうことですので、うん、えっと、そこには、えっ、ー、と、血液の巡りの悪さとか、水の滞りがあったり、体の中のですね、水の滞りがあったり、うん、あと、イライラして気が上がったりとかいう感じで、えっ、ー、と、頭痛っていうのはいろんな、 要素で起こってくるので、まずは自分が今どういう状態であるかとか、自分がどういう時にどういう症状が出やすいかっていうことを知っていただくっていうのが、こういう、あの、薬膳なり、まあ、バランスを整えるっていうことに対しては、すごく大事なことになります。はい。はい。で、今、まあ、私の方はよくその自分の変化に気づいて、原因を分析して、まあ、それを調整するっていう、その一連のことを、あの、 全体的には自分メンテナンスっていうふうに呼んでいて、ぜひ皆さんには自分メンテナンスができるようになってほしいなと思っています、はい。なるほど。自分メンテナンスってなんか、はい。できそうで結構難しいような感じがするんですが、そ、はい、の質問っていうのは、ね、はい。今度教えていただければはい。はい。やっぱりいろいろ症状に対して、じゃあ自分がどういう状態かっていうのを、あの、 わかるっていうのはとてもまだ難しいことだと思うので、もう少し日常に、はい、えっと、できやすい、やりやすいような方法というのを、うん、あの、お教えしようと思いますので、楽しみにしていてください。はい。ぜひ次回もよろしくお願いいたします。はい、はい。よろしくお願いします、はい。ということで、今週はバランスについてお伝えいただきました。今週も一心堂薬局の松田育美さん、ありがとうございました。はい。ありがとうございました。